通信とかは特になしか。皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター15やっていきましょう。結構アイテムはね、潤沢にあるから余裕はある。一時期超辛い時期があったけど、まあ、結局辛い時期があって余裕な時期があって、てかアーマーがないのか。アーマーマジで重要だからな。あ、なんかまた見れる。どっかどう見るのこれ。こ、怖っ。で、ここを見ろみたいな。ちょっと早すぎるんだけど。Their defenses are no joke. あとこっち側もあったよね。That's gotta be their sanctuary. あ、いる。Ashley.行くか。どっから、どっからどう行くの。おお、やっぱりチャプターの最初にはいるよねこいつ。超ありがたい。で、売却じゃなくて修理ナイフ。あ、ファイティングナイフ。え、どうする。ナイフ2つあるな。もともと 1.4 あんのか。これも 2.2 だからな。攻撃力的には、あ、強え。ファイティングナイフ威力2倍。なるほどね、なるほどね。これは悩むな。ナイフでもまあ2本、普通のナイフを2本持っておくのはあれだな。だキッチンナイフをとりあえず装備して、でキッチンナイフから使い切ろう。まあファイティングナイフがまあ一旦置いとこう。こっちのナイフがぶっ壊れた時の予備だな。で、あとじゃあ鍛えるものとしては、売却できるものはないかって。金がねえな今。トレード的にもスピネル2つしかないから、まあくぼみのある仮面をやって売るかっていう。限定チケットもう無理だな。そんなに余裕があるわけじゃないんで。あ、なんか発見された。発見されてんな。こういう時にさ、手榴弾いっぱいあるから使うか。ちょ、待って、すーげー狙われてんだけど。おおおおお、なんか、ちょ、待って、どういうこと。味方ヘリ、もう来てんじゃん。カプコン製のヘリ、すぐ落っこちるやつ。マイク、ハニケン、中はさすがに無理だな。外に誘導しろと。はいはいはい、いった多分一周するのに時間かかるんだ。援護してくんないんだけど、こいつ二刀流なんだけど、これ後ろからいけない。あっちゃ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 、入った、もうひどくないマイク、何もやってくんねえじゃねえかよ。先に進むか。ここにトレジャーは置くか。どこ上？これか。ちょっと待って、これキラーセブンだ。じゃあくそー、撃た。上に登ります。あ、こうハーブ赤やったぜ。あれ、これなんか狙えるけどさ、みんな上に来ちゃってるよね多分。どっから行けばいいんだこれ。あれ、ちょっとマジでどっから行けばいいんだ。ちょ、え、どこ行くの。こっ
っちが中間地点になってるけど飛び降りんのか。おい頼むぞマイク。上に行って、おお壊してくれた。でこっち行くのか。機銃が置いてあるな、ここに。マップ更新。いた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 。これ顔上げてると当たる。強っ。てかどれだけ弾薬積んでんの。どうせ多分ねロケラン野郎にやられんだよこういうの。もうねお決まりだからそれ。一応あいつも排除してくれてんな。はい、ここ少しは俺も働くか。鳥で特にアイテムがありそうな感じではないから救急スプレー。これ巻き添え食らうんじゃねえか俺。ハーブ手に入れたか。いややばくない？これ絶対突き落とされるっしょあいつ。いやすげえの出てきたな。まあ一応これは逃げんのか。まあ任せろ対空砲。いけねえ。え、どっちだ？下から行くか。これどっから来てる俺。回り込めってことね。サブマシンガン。うわ怖怖怖怖怖。うわ。あそこに変なやついるな。このやつが。いった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 。ちょっと一回ナイフで。なんとかしたい。ポン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 。ガンガン行こう。投げよう。はい、全てを破壊する。あいつ斧もダイナマイトか。アーマーがだいぶ減ったな。ちょっと金回収しよう。怖い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 。ここで一回逃げよう。で今のうちに一回あっちにもいんのか。一回ここで休憩しないとダメだろ。ちゃんと順番に。よし OK。上に行く今のうちに。道が分からん。いやここ狙われるか。どこまでこう弾薬が落ちてくるか。まあ大丈夫か。ここから内部に入れるけど。うわ怖怖怖。いった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 。ひどっ。マグナム、ちょっと先にも対空砲を壊すことを優先だな。ってかこっから上上がれねえのか。なんか敵の声はするけど。上から狙わないとダメ。もしかしてお来てる来てる来てる。いるなあ。
これはサクッと。なんだなんだなんだ、めっちゃ燃えてるぞもうそのまま燃えろお前。はい、もうアーマーがすぐなくなる。アーマーのアーマーが欲しいアーマーをアーマーしてくれる。あそこから行ってんな。待って、えっこいつ何言ってる。やばいやばいやばい、最近先行手榴弾がないからな。これで制圧するか。たぶん165発あるけど、ちょ、おっそ、おっそ、これでいけるか絶対ダメだ、攻撃力が弱すぎる。あ、いる、あった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 、しかも狙われてるし。ちょい待て、倒したかどこだ。とりあえずこの機銃使おう。えっ、どこにあってる。え、弾数あんじゃん。これどうすればいいの。こっから倒せない。倒したやった、出てきたな。これ後ろ多分取られんな、あんまりやってると。でそんなことないか、あぶね、弾節約。大丈夫か、金がめっちゃ入るな。いや、どういう感じ。もうどっちの弾なのか分かんねえんだけど、俺の弾なのかさ、敵の弾なのか。いやいやいや、ちょっと待って、俺狙われてないか。でどこへ行けばいいの。ここにベリベットみたいなのがあるけど、開いた。ワンサカ出てくんな。ワンサカ出てきてるけど、まあ、とりあえず一回たまきでしか何の役にも立たんわあいつまあ、制圧力はあるな確かに。サブマシンガン全然鍛えてないから全てが遅いけど、弾の節約にはなってない今んとこ。ここのゲートがオープンしたのかで出てきました。タルク持ってるやついいんじゃねえか。足狙おう、こっちから行こう。回収してライフルゲットして、おお、待て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 、ほらお前消えろ。勝負だ、マシンガン勝負。こっちはあいつ生きてる、あいつ生きてる。まあそうなるよね、知ってました。はい、うわ来た。あ、お前が帰省してたのか。
しまった。下にいたな。とりあえず完全回収しとこう。サブマシンガン。どっちへ行けばいいんだ。わけわからず進んでるけど、あれなんかいるな。こいつは最大だ。また出てきたよ。1体ずつ。はい、ドンドン。ちょっと来るか。来てはない。ここで待ち構えるか。やっぱ背中が安全っていうのはあいつ上まで来ないよね。もう来たところ一人ずつ始末していく。はい、今のうちに弾込めとこう。一発でもちょあんまり速くないです弾込めとか。やっぱり11発あればまあ大丈夫だろう。お前も来んのか。ちょっと遮蔽物がないところにおびき寄せよう。強いなライフル。やっぱりこれ単純にさ威力より強い気がするんだけど、なんかライフルの弾の補正みたいなのがあるのかな。これ使ってもよかったかもね。あと多分ちょっと残ってるやつらなんだろうけど、しかし下降りるか。どっかに何かの声がする、うん、どこだ。降りてきた。もうハンドガンがある。弱すぎる。てかお前いるかい。これはもうちょっとこいつ近づけよう。ここに。いや待って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 、ガットリングやってんな。やつが来たところ狙う。入らん。よし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 。上のやつがめんどくせえな。サブマシンガン弾。どうする。どうやっていくのこれ。あともう一個多分スイッチ逆側か。待って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 。でやばい、アーマーがぶっ壊れる。マジでぶっ壊れる。どっから上登るんだ。これこっちから来たから、でここ確か登ったな一回。で左側か。いや全然違えな。向こう側にどうやって登るのよ。いや俺の方が強い。まいったまいった。あとはこっち。お前も邪魔だ。弾ゼロになっちゃったよ。まあでもだいぶ役に立ってくれたな。アーマーなくなっちゃったけど、こっち側から登るのか。だいぶなんか落とすんだけど、ダカ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 って。そんなことない。でガチャ、ここで開くか。なんか出てくるかまた。もう大丈夫かさすがに。突破して OKOKOK。 だから岩が落っこってきそうな雰囲気なんだけど、落ちてきたら一巻の終わりだぞ。あカッポンヘリがいる。いや無理だよ無理無理無理、絶対落ちるよ。いやいやもう死亡フラグでしょこれ。いい店があるんだ。ピューンとかーんだよ。
ほんで、もう読めるもんだって、そんな。あ、ロケランではなかった。めちゃくちゃ規制されてるな。まあでも役に立ってくれたことは確かだ。安らかに眠れマイク。しかもちゃんと城に突っ込んでくれたな最後。しかして超いっぱいいるんだけど。いや逃げるよ俺は。確かに許せないといえば許せない。自分の命が優先したい。スプレー自体はまだあるか。2セット作れる。赤緑が。弱いかな。しっかりやれば大丈夫か。アイテムはあれ、なんかいろんなとこ行けんなこれ。下とか。下行ってどうすんの。だってあれこっちから来た。あ違うな。なんかこれ見よがしに置いてあるんだけど大丈夫ですか。思考のロット。あ、なんか書いてある。 MDCC なんとかなんとか。すべての土に同胞の屍は眠る。すべての糧に同胞の血肉は宿る。死数より多く我らは生まれ、とこしえに我らは生きる。そしてすべてを我らは滑る。キーナンサドラー。あ、きっとサドラー一族もともとここの土着で、多分あのサドラーが虫に操られたことによって復活したのか復権したのかよくわかんないけど。ここの島はサドラー一族が全ていた。でそこにまあなんやかんや虫が来ましたっていうお話ね。これ上にも行けんだよね。だからあるだけか。おお、いいね。アイテムいっぱい。あ、あれなんか青いやつなんだけど。一応やっとく。あ、あの中に多分いるな。ストレンジャーがメダリオン破壊6スピネル5。あー、なんかこっちの方にいっぱいある。ちょっと先に見とくか。じゃあ断崖ってことはさ、なんかすげえ遠くにあるんだけど、どこ。先に進んでやっぱりやった方がいいの。遺跡断崖。もはや全然わからん。いいや、進もう。進んでから考えよう。え、どうなってる。え、何これ、これ大丈夫。なんか嫌なんだけど。え怖っ。ライフル。は？ちょ、これでやる？あー、なるほどね、そういうシステムね。
生体サンプリスト改修工事滞りなく終了。昔から監禁に使われた場所なのに、機密補強も最低限で済んだ。冷却空調の試運転に問題がなければ1号棟に入りきなかった生体サンプルを全て運び入れる。全サンプリストが完了。搬送中にサンプルが暴れ出す事故もあったが、予定より少ない死傷者で済んだ。サンプルが低温耐性を獲得し始めていると報告もある。不用意に刺激しないよう注意が必要だ。でそうだ、刺激しちゃダメだよ。だからここ開かねえな。あー、なんか徐々に閉まってくるシステムか。ネズミいるけど、また害虫駆除した方がいいのかな。これかっさらっていくか。くぼみ、ここはこれだけ。え、しかもさ、じゃあこれやって向こうに行ったら帰れないシステムじゃん。これ行きます。もう帰れないよこれ。ちょっと待ってよ、ほんと刺激しないように行こう。どうやって、あの動いてるやつとかしゃがんでいくか。めっちゃ騒いでるけどね。こっち行ける？いや行けないか。もう多分帰れないよね、どう考えても。余計な戦闘はしたくないからさ。しかもめんどくせえやつが来るに決まってんだから。ここの扉を開けるのか。そのためにこっちに行かなきゃいけない。おうおうおお、待って待って待って、なんか置いてあんな。あ、ヘビだ。一応取っとこう、ヘビ。待って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 、え、これ触んなきゃダメ？一応大丈夫だな。だってこんなさ、全部リヘナラドールが出てきたら対処できねえよ。っていうか何を俺は今からしようとしてんの？よくわかんないとこに来てっけどさ、これでかくない？あれをやれってことね。箱があるけどちょっとあれ危険だな。でもしかしてさ、これ、あーそうだな、ここは走るべきか。じゃあちょっとドサッとしてでも、おら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 、もうね知らん。いけた、やっぱ走んないとダメだ。でもさすがにもうこっちまで追っかけてこないでしょ。で武器屋さん、ようやく中間地点かな。特にアイテムがない。後ろはあれか、いつもの98,000円、 40% オフって、それはそれですごいな。46,000円で買えるんだ。ロケラも持っとくたかどうか。まあロケットランチャーははっきり言って近畿の力だからな。もう使っちゃったし、近畿の力を。ボディアーマーが重要。ブラックテールどうしよう。まあ特殊改造チケット使うまでもないっていうか、ライオットガン 9.6 か 0.9、 まあ2万円は高いよな。スティングレイ 4.9 か。フロークンバタフライはだってもう改造する必要がないよね。そもそも9の3の 1.7 があれば十分でしょう。ショットガンだな。じゃあちょっと 9.6 にしておくか。 11.2 強えな。マグナム並みに強くなんだこれ。やろう。 12.8 はありだな。思考のロット25,000円。なんとかちょっと金は大丈夫だから一旦置いておこう。で次あっちに行くというところね。じゃあ今
回はここで終了したいと思います。カプコン製の針はね、まあ、やっぱり墜落するのが運命ということで、まあ、マイクもでもだいぶ役には立ってくれたと思います。じゃあ次はあの扉の奥ですね、進んでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。